ミラージーの高山秀樹です。競馬のふるさと日高紋別競馬場パドックでは競走馬の息遣いが聞こえてきます。なんだか気持ちがシャキッとして神聖な気分になるんですよね。馬を大好きになれる場所、日高紋別競馬場に遊びに来てください。